本日はご参加いただきありがとうございます。ソリューションズアーキテクトの七尾と申します。よろしくお願いいたします。で、本日は HTTP ボルトレーダーがリミテッドアベイラビリティで、利用できるというところになったので、その紹介を中心にさせていただきたいと思います。で、レーダーに関してはですね、昨年の10月のハシカンフで、アルファが公開されて、で、今年1月に入ってからリミテッドベータという形で、で、今に至るというような形になってます。で、そもそもリミテッドアベイラビリティとはっていうところになるんですけども、リミテッドアベイラビリティっていうのは特定のお客様のみが利用できるステージのことを指してます。で、この後、GA を控えてますが、年内を目標に開発中でありまして、現在はこの LA に参加していただいたお客様のフィードバックをもとに、既存の機能のエンハンスメントだったりとか、その他諸々の調整の段階になってます。そのため、本日ご紹介する機能の中の、一部は GA の時に異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただければと思います。で、早速 HTTP レーダーに入る前なんですが、その前にちょっとボルトのおさらいもしていきたいと思います。ボルトはシークレット管理、証明書の管理、キーの管理、またはデータの保護という主に4つの主要なユースケースがあります。ボルトの基本的なユースケースはシークレットの管理になります。ここで言うシークレットというのは、スクリプトに埋め込まれたプレーンテキストのユーザーの名前だったりとか、パスワードだったり、あとはソースコード内の API キー、PKI の証明書、またはハードコードされたファイアウォールルールなど様々な情報を指しています。シークレットには静的で長期的に有効なものから、それをボルトで管理することもできますし、または短期的に有効で、で、一定期間後に無効になってまた新しいものを発行して、無効にするといったようなダイナミックシークレットを管理することも可能です。特にボルトは多くのエコシステムのインテグレーションとプラグインをサポートしているので、多くのシークレットのタイプに対してオンデマンドでシークレットを生成することができます。クレデンシャルに関しては、クラウドの IAM プロバイダーからデータソース、Kubernetes まで様々なプラットフォームのタイプをカバーしています。アイデンティティブローカーとしてオクタ、エントラ ID、GitHub などのすでに信用されたアイデンティティソースを利用して、ボルトとの信頼関係を作ることもできます。また、オンデマンドで証明書の生成をする PKI エンジンを使用したり、証明書の作成、ローテーション、発行のライフサイクルを管理する、証明書の認証局としても使用することができます。暗号キーを管理および自動化することでデータの暗号化もサポートしています。クラウドの KMS をサポートしておりまして、キーの管理を保護するためのソリューション、ソフトウェアモジュールとしても動作することができます。さらに、それらを活用して個人情報だったりとか、クレジットカード情報などの機密データを暗号化、またはトークン化で、それらを自動化することができます。このように、ボルトはこれらのデータの管理というのが主な特徴になっているのが特徴です。ただ実際には、これらを利用するためにシークレットを保存して安全にアクセスするということが達成できますが、ビジネスリスクを減らすためのごく一部に過ぎません。最良の方法はシークレットの完全なライフサイクルを考慮することになります。ボルトを使用する際には、IT 資産に存在するシークレットを特定するところから、まずは始めないといけません。開発者が常に機密データを最適な方法で使用すること、または管理することを望むかもしれませんが、実際にはコードリポジトリだったり、内部のドキュメントだったり、あるいはコミュニケーションツールに多くのクレデンシャル情報が存在する可能性があります。レーダーを使用すると、コードや他のリポジトリをスキャンして、セキュアではない状態で存在するシークレットの検出をすることができます。実際、シークレットの管理をきちんとやろうとしても、現状どれくらいきちんと管理されているのか、あるいはそもそもどこにシークレットが管理されているのかがわからない
といった場合がよくあるかなと思います。レーダーはこれらのシークレットを高い精度で検出して、シークレットは現在アクティブに使用されているか、またはボルトにすでに保存されているかに基づいて優先付けを行います。シークレットの存在する場所を特定できたら、これらのシークレット証明書及びキーをボルトに安全に保管して管理を開始することができます。ボルトを利用することで必要なアクセス権限を持つ、まあ、人だったりアプリケーションのみがアクセスできる最小限の権限に強制されたアーキテクチャを実現することができます。静的なシークレットは、まあ、あくまで一つの始まりに過ぎません。その多くは長期的に有効であったり、セキュリティリスクが高まってしまいます。ボルトを使用すると、シークレットや証明書にポリシーを設定することで、有効期限切れにするか、まあ、ローテーションさせるか、まあ、あるいは最善の方法として、動的に短期的に有効なクレデンシャルを生成することができます。シークレットがボルトに保存されて管理されるようになると、ユーザーのアイデンティティに基づいて全てのアクセス要求を認証認可することができます。ご利用のアイデンティティプロバイダーと連携をして、それをボルトのワークフローに統合することができます。で、ハシコープではシークレットの管理のレベルを次のように定義しています。まずはアンマネージドというところで、シークレットマネージャー、またはボルトでそもそも管理ができていないという、シークレット。そこから、ボルテッド。これはシークレットマネージャーあるいはボルトによって管理された、すでに管理されているシークレット。そして、ローテッドは、定期的にローテーションされているシークレットのことを指しています。で、最後にダイナミックに関しては、動的に発行された短期的なシークレットのことを指します。そして下に行くほど、より良い状態と定義していますが、最終的な理想としましては、ボルトで管理されている90%以上のシークレットが31以内にローテーションされているという状態を作ることができれば、非常にセキュリティの高い仕組みを実現することができると定義しています。そして本日紹介する HTTP ボルトレーダーは、このそもそもシークレットマネージャーだったり、ボルトによって管理できていないシークレットを発見するというのが主な、性質になります。開発が進んでいったり、事業が大きくなるにつれて、インフラもそれぞれ拡大し、複雑性がどんどん増していくことになります。複数のクラウドやプラットフォームが含まれたり、さまざまなツールが使われるようになってきます。そうすると、さまざまなところでシークレットが必要になったり、管理することが必要になったりしていくので、それぞれで正しく管理することが非常に難しくなっていきます。シークレットの存在に関する課題を主に3つ挙げさせていただきます。1つ目は拡大としてますが、先に挙げたようなインフラの複雑性というのももちろんそうなんですが、事業が大きくなるにつれて、開発者だったりとか関わる人もどんどん増えていきます。そんな中でヒューマンエラーが発生してしまう可能性ももちろんあります。具体的には Git のソースだったりとか Slack や Confluence などの共有ツール、マルチクラウド環境などが挙げられます。二つ目は優先付けになります。漏洩または漏洩する可能性のあるシークレットが特定されると、最も被害が大きいであろうシークレットの修復に時間を費やす必要性があります。実際にインシデントが起きてから、それぞれの各々の基準でこういった優先度を決めるっていうのも可能ではありますが、毎回それを人が正確に判断するというのは、時間もかかりますし、ミスも発生する可能性があります。そして最後に3つ目は予防です。シークレットが本番環境に入ってしまうような状態だと、どんどん漏洩する可能性の高いシークレットが増えていってしまいます。また二次災害にもつながりかねるので、
温暖環境にそもそも入らないというような仕組みを作るのが大切です。レーダーを活用することで、シークレットの存在に対する課題を解決することができます。HCP ボルトレーダーでは、開発環境の様々なデータソースをスキャンすることが可能です。また、エントロピーマッチングやアクティブチェック、ボルトとの連携など、優先付けのための様々な機能を備えています。VCS のプルリクエストをスキャンして、コードが本番環境にマージされてしまう前に、保護されていないシークレットを開発者に通知させることもできます。これらについて、もう少し詳しくご紹介します。データソースのスキャンに関しては、利用するレーダーの形態によっても異なりますが、VCS や Slack、S3 やローカルファイル、あとは Docker のイメージなど、様々なデータソースのインポートをサポートしています。また利用形態も様々ですので、後ほど詳しくご紹介します。またレーダーは単にシークレットやクレデンシャルの情報を発見して報告するのではなく、発見されたシークレットの有効性についてもチェックします。現在、有効性のチェックを行っているものは GCP の API キーだったり、あとは AWS のクレデンシャル、GitHub の、パーソナルアクセストークン、あとは JOT の有効性などがあります。レーダーは発見されたシークレットが何に使われるシークレットなのかも識別することができます。例えば、ボルトに使われているルートトークンだったりとか、AWS のアクセスキー、シークレットキーなど、様々なタイプを識別します。また、利用されているパスワードが予測可能なものであったりする場合は、それらをもとにスコアリングを行い評価することも可能です。また、レーダーはバージョン管理されているデータソースにおいて、最新のバージョンから検出されたシークレットにより高い、サビリティのスコアを割り当てます。ボルトとの連携ももちろんサポートしております。ボルトの KV ストアやアップロールをスキャンして、作成されてからどれくらいの期間が経っているのかを判定することができたり、他のデータソース内でボルトで管理されているシークレットがそのデータソース内で存在するかどうかのチェックも行うことができます。また、組織がすでに利用している開発ツールと統合することで、チケットやアラートを利用することができます。これらを活用することで、堅牢な修復フローを実現することができます。これらの機能を最大限活用することで、管理されていないシークレットの発見から、それを安全な状態で管理する修復までの一連の流れのベストプラクティスを満たした上で実現することができます。開発ツールとの統合では、現状次のようなツールをサポートしています。Slack や Teams、または PagerDuty などを活用して、オンコールでの対応も実現することが可能です。検知されたシークレットの修復に必要な情報は、安全に管理されます。例えば、制作者の名前だったりとか、どこで見つかったのか、そのシークレットの有効性と、あとはバージョン、など様々なメタデータを管理します。また、シークレットの漏洩に迅速に対応するというところで、GitHub やBitbucket と統合して、メインのブランチにマージされる前に、プルリクエストが上がった段階で、レーダーのアプリケーションを回して、もし、そのプルリクエスト内にシークレットのが含まれる場合は、CI で落とすことが可能です。こうすることで、メインブランチのプロテクションとしてそれらを設定して、メインブランチにマージされないように設定することが可能です。HCP ボルトレーダーの利用形態が次のようになってます。CLI ではスタンダードアロンで、バイナリーの利用でどの環境でも、
利用することが可能です。一方、ハイブリッド SaaS では、クラウドとコネクションして、エージェントをセルフホストして HCP と連携することが可能です。こうすることで、HCP 環境からアクセスができないような、お客様の環境に利用することが可能です。で、最もスタンダードな、利用形態が、クラウドサース版の HCP ボルトデータになります。これは本日のデモでも、ご利用させていただければなと思いますので、後ほど、詳しく見ていきます。そしてハイブリッドサースのモデルに関しては、次のような形になっています。お客様環境にボルトレーダーステーションと言われるエージェントを、インストールしていただいて、それをスキャン、それによってスキャンさせたものが HCP ボルトレーダーの方に結果が送られます。なので、ボルトレーダーステーションの方のアウトバウンドだけが通るような設定になっていれば、問題なくこのハイブリッド SaaS のモデルが利用できるというような形になります。このモデルでも同様にメタデータのみが保存される形になります。以上が HCP ボルトレーダーの主な概要の説明になります。ここからはデモの方を実際にどういった画面でどういったことができるのかというところを見ていきたいと思うのですが、もしここまでで QA 等がありましたら、下の方から記入していただけると幸いです。で、実際にですね、HCP ボルトレーダーが利用できる状態になって、まず画面にログインしますと、このような画面に遷移することができます。で、すでにデータソースを登録しているんですが、データソースの登録方法はセッティングから登録することができます。アドソースを押すことで、すでにサポートされているデータソースの一覧が確認できます。で、例えば GitHub クラウドであれば、オーガニゼーションの名前と、パッド、パーソナルアクセストークンを設定します。で、今回デモで利用するレポジトリはすでに登録されているので、ここでは割愛しますが、これらの登録が終わったら対象のレポジトリを選択することができます。すべてのレポジトリは、リミットがありますが、5000レポジトリぐらいまでは確か読み込めたはずなので、基本的には大体のレポジトリを読み取れるかなと思います。そしてレポジトリを、データソースとして登録が終わると、こんな感じで、リソースの一覧が確認することができます。で、今、トリガードリスクということで、ハイとかミディアムとかローとかっていうふうに表示されていると思いますが、これらが実際に見つかったシークレットの数になってます。そしてオーバービューを見ていくと、どの段階でそのシークレットが、例えば、GitHub クラウドだったらプッシュされたのか、みたいなイベントが起きた時間、っていうのを確認することができますし、または、どれぐらいの、サブリティのハイがいくつあるのか、だったりとか。あとは、対象のイベントに対して、特に何もしてなければ、アンレビュード。その後に何かアクションを起こしていくと、このようにイベントのステータスっていうのを変えていくことができます。このような形で、どういったリスクが多いのか。例えば、発射されたパスワードが見つかっているリスク。パスワードがそのまま書かれているリスクだったりとか、様々なリスクのカテゴリーもここで確認することができます。で、対象のイベントに対して誰が行ったのかっていうのも、どれくらいの人がどういったアクションを起こしているのかっていうのをここで確認できたりします。で、見つかった、リスクに関しては、こちらのイベントとして登録されていくことになります。例えば、今回であれば、このリポジトリのイベントをフィルターして見ていきたいと思います。で、サビリティがハイのものでフィルターしていきます。
ミディアムのものにしてみましょうか。ミディアムのものでいくと、例えばですね、今回であれば、パスワードが記述されているよというところで、こんなふうに、パスワードがそもそも GitHub のソースコード上に上がってしまっているようなものに対して、レーダーが検出して、イベントとして登録しているというような形になっています。その他にも、例えば URL のパラメータにトークンが入ってしまっているみたいなケースもレーダーが検出したりですね、様々な、シークレットに対してボルトは検出することができます。ですね。その他にも。このような形で、例えば AWS のアクセスキーがレポジトリに含まれている場合は、このような形で、どの場所で発見されて、どのファイルで発見されているのかっていうのも遷移することができますし、先ほどアクティブチェックだったりエントロピーのチェックというふうなものがあったと思いますが、ここに上がっているものは、カナリートークンと言われるサービスで、アクティブなトークンだけど特にポリシーも割り当てないものが記載されています。なので、有効なものがここに上がっているということになりますが、そういったものに関しては、サビリティをハイにして、かつ、利用できるシークレットですよというところで、アクティブシークレットというようなものが付けられることになっています。これはアクセスキーに対してももちろんそうですし、シークレットキーに関してももちろん、付けられるというような形でなっています。で、その他の機能に関しましては、例えば、先ほど、イベントとありましたが、イベントのフィルターというものを作ることもできます。例えば、ハイプライオリティのリスクだけをまとめたフィルターであれば、こういった感じで、ハイだけのフィルターをイベントとして取得することができます。で、それらはここから、マネージフィルターで、コピーを作っていくことで、このような感じで作っていくことができます。で、何か変更したら、このセーブをすると、新しく、エディットされたフィルターを作成することができます。その他にはですね、カスタムのイベントルールを作ることもできます。で、すでにデフォルトで登録されているイベントのルールに関しては、こちらで、表示されているんですが、だいたいこれが今271個それぞれついてます。で、デフォルトの、サビリティがデフォルトのままですと、レーダー側が任意の評価事項を持って、それらに対してサビリティを付与するというような形になっています。なので、例えば、既存の基地の問題に対して、まあ、特にこの問題は、サビリティは高くなくていいよっていうところであれば、インフォだったりローっていうのを、こちらの設定で割り当てることができます。また、グローバルのイグノアルールというのもカスタムで設定することができます。例えば、任意のパスの、配下だったら、これは、レーダーの監視下に置かなくていいみたいな設定を変えたりとか、または特定の値、あるいはタイプは、対象としなくていいっていうような場合は、こちらのイグノアルールを作ることで、レーダーの監視下から外れることになります。また先ほどあったイベントルールっていうのはデフォルトで、200個以上のものが提供されてますが、カスタムで作ることも可能です。例えば、特定の文字列だったりとか、任意の文字を使わないようにしたいっ
ていうことであれば、こういったように正義表現で表すことで、カスタムのイベントのルールとして定義することができます。これはアドリジェックスとして、カテゴリー、シークレットなのか、ノンインクルーシブランゲージなのか、パーソナリーインフォメーションなのかっていうのを選択して、で、ディスクリプションとしてこのような情報を入れていくことで登録することができます。で、PR チェックも、対応してます。で、これはデフォルトでは、エネブルになっているので、これも後ほどご紹介できたらなと思いますが、プルリクエストを上げた段階で、それぞれのプルリクエストにシークレット情報が入っていないかどうかのチェックを行うことができます。で、ちなみになんですが、シークレット以外の情報、先ほどあったようなノンインクルージブランゲージ、だったりという情報も、ボルトレーダーはスキャンすることができます。例えば、このような個人を識別する番号のような文字列があると、レーダーはそれらをスキャンすることが可能です。また先ほど定義したカスタムのイベントルールも、次のように定義したものがイベントとして取りかか、えっと、フィルターとしてかかっているというのがわかるかなと思います。で、実際にこれらが、動かしてみたいと思うのですが、今回、よいしょ、すでに、登録されているコンフルエンスクラウドの方で実際に動かしてみたいと思います。例えばですね、レーダーの手元として、ここに、シークレット情報を上げておきます。では、今回で言うと、ボルトのサービストークンをここで追加します。で、設定は完了したので、ローディングが入っちゃいました。と、リソースからソフトウェアデベロップメントを選択して、スキャンを実行します。ちょっと、これが完了するまでに時間がかかるので、しばしお待ちいただければと思います。すでにですね、アラーティングと、チケッティングの、設定は済んでまして、これが問題なくスキャンされるとですね、こんな感じで、チケットに、今回はジラをインテグレーションとして登録しているので、こちらの ToTo のところに、チケットが作られるようになっています。で、例えば、例ですけど、まあ、こういった感じで、この例ですと、先ほどは、GitHub クラウドの方のデータソースになってますが、まあ、データソースのレポジトリがここに出て、まあ、いつ、このイベントが起きたのか。で、コミットハッシュとレーダーの側の HTTP レーダー側のページと、どこでそれらが見つかったのかっていうのも、ジラのチケットとして確認することができます。また、アラートが設定されていると、今回であれば、スラックを連携してますが、こちらに通知が行くようになってます。で、リスクのカテゴリーだったりとか、あとは、このような形で、HTTP レーダーの方の画面で、まあ、どういったイベントが通知されたのかっていうのも確認することができます。
間もなく終了するかなと思いますが、ちょっとあまり時間かかるようだったら、こちらはスキップしたいと思います。スキップしましょうか。というところで、HTTP の方の画面はこんな感じになるんですが、次に CLI の方をちょっとご紹介したいと思います。CLI の方の画面がこんな感じになってますが、実際にですね、AWS のキーを利用して、今回ローカルで、シークレットのスキャンをしてみたいと思います。すでにですね、IAM ユーザー自体は作ってあるので、それをちょっと確認したいんですが、なおです。ちょっと準備します。今。先にですね、すいません。ちょっと環境が一時的に吐き出してたものが消えてしまったので、先にスラックの読み込みをしたいと思います。スラックの読み込みは、レーダースキャンの後に、スラックというコマンドで実行することができます。で、チャンネルの ID をここで指定していただいて、で、結果を吐き出すファイルを、こんな感じで指定していただくと、対象のフォーマットで吐き出すことができます。で、吐き出したものを実際に確認していくとですね、こんな感じで吐き出されたのが JSON の形で、吐き出すように設定してあります。で、今ここで確認していきたいところがですね、シークレットのタイプが今パスワードが書かれているよというところで指定されているのと、あとはタグにローエントロピーというところがあるのが、主な特徴になってます。で、二つ目に関してはシークレットで、特にタグがついてないのが確認できるかなと思いますが、こちらはですね、ちょっとまた画面の方に戻りますが、今、1日だけ今日投稿された、内容についてをスキャンするというようなコマンドを実行したんですが、こちらの方に関しては、特にタグはついてなく、エントロピーはないというような状態になっていて、こちらのシークレットに関しては、こちらのシークレットに関しては、まあ、予測可能なものであるので、ローエントロピーというタグがついていたというような形になっています。また、ローカルのファイルを読み込むことも CLI からできまして、例えばですね、例えば、こんな感じで、今、対象の、フォルダの下にあるシークレットを読み込むみたいなコマンドもできます。
はい。こうすると、新しく32個のシークレットが見つかったというような結果が出てますが、それをちょっと確認していきます。そうすると、こんな感じで、例えば、ボルトのルートトークンが、書かれていたりすると、このようなイベントが書き込まれますし、例えば、Azure の、クライアントのシークレットだったりとか、あるいは AWS のシークレットキー、アクセスキーみたいなものを、様々なイベントタイプに対して読み込むことができます。ではですね、実際にプルリクエストで何か一つ挙げてみたいと思います。GitHub のページの方に戻ります。で、プルリクエストの作成を行います。で、そうするとですね、HTTP データのスキャンが実行されます。で、問題なくスキャンされると、このような形で、まあ、どういったシークレットのタイプのものがどこで見つかったのかというところが確認できます。で、見ていくと、先ほど見つかった、これが、タイプが、ハッシュコップボルトのサービストークンで、このイベントがトリガーされているよというところが確認できるかなと思います。で、プルリクエストのスキャン、HTTP レーダーの方からでも、先ほどのスキャン対象のものは確認することができます。このような形です。で、ですね、ちょうど AWS のアカウントの吐き出しができたので、ちょっとそちらの方もテストしていきたいなと思います。このような形で、まずは。今、すでに、作成されているアクセスキーはないということをまず確認した上で、ここからアクセスキーを作っていきます。
今、アクセスキーを作って、このような形で、アウトプットテキストの中で、今作ったシークレットを書き込みました。で、これをレーダーに読み込ませてみたいと思います。すみません。無事、読み込めたので、ちょっとアウトプットを確認していきます。はい。そうすると、今作ったばかりの、シークレットなので、アクティブになっているところが確認できるかなと思います。で、タグも、アクティブシークレットというものがついています。で、これをちょっと、今度は、デリートした後に、読み込むとどうなるかを確認していきます。存在する2つのシークレットをすでに削除できたというような状態になります。こうすると、すでにアクティブなものではないので、今、アンノンという形でアクティブが変わっているかなというところが確認できるかなと思います。で、その他の機能ですと、例えば、ボルトをローカルキャラスキャンすることも可能です。例えば、スネの場合は、このような形でコマンドを実行すると、アップロールと、KV ストアのそれぞれ2つが今サポートされてるんですが、アップロールのシークレットと KV がそれぞれ2個ずつ、スキャンされたということが確認できます。で、こちらのアウトプットも確認していくと、こんな感じですね。まあ、どこに、作成されてからどれくらいの期間が経っているのか、等が確認できる結果になっています。で、またですね、
ボルトからインデックスというファイルを作成して、それを利用して、データソース内にボルトで管理されているシークレットがあるかどうかというところも確認することができます。インデックス自体はこんな感じで作成することができまして、そのインデックスを使って、例えば、今回であれば、このシークレットがボルトで管理されているのかっていうのをチェックしていきます。ちょっと今、結果が出なそうですが、これがちょっと正しく動いてると、問題なく、ボルトに登録されているシークレットになってますよっていうのが、アウトプットで確認できるというような状態になります。で、まずちょっと正しく動くものが今回見せるようになって、後ほどコンテンツを共有したいと思います。ですね。そしたらスライドの方に戻っていきます。以上が簡単な HCP ボルトレーダーと、あとは CLI を使ったデモになります。で、よくある質問としていくつかご用意させていただいたので、ご用意させていただきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。HCP ボルトレーダーはスキャンするコードだったりとか、コードの一部を保存したり変更したりしますかというところですが、これは基本的にはしません。部分的には、レーダーはリポジトリをクローンしてスキャンするというところは行うんですが、各ファイルのハッシュを作成して、これらの、リポジトリのサイズにもよりますが、数秒で行うことになります。で、スキャンが終わったら、レーダーは発見された、リスクを、リスクのイベントを作るために、特定のメタデータの情報を保存することになります。先ほどの HCP のイベントのページであったようなデータですね。なので、特定のどこのシークレットを見つけたかっていうリンクみたいなメタデータ情報は保存されますが、スキャン後にレーダー自身がコードを保存するだったりとか変更を加えるってことはないです。レーダーはデータをどのように利用しますかっていうところなんですが、アクセスするデータというのも最小限に抑えていまして、保存するデータも同様に、必要最低限のデータと、を使うようになっています。で、処理が完了した後は、レーダーはシステムからコードとシークレット情報を削除します。で、レーダーはお客様のコードと Git のサーバーに関するメタデータを保存して、暗号ハッシュを使うことで、シークレットの追従および比較を可能にしています。お客様に、基本的にレーダーが利用するデータっていうのは、お客様のにサービスを提供するために使う、情報だけというところになっています。なので、問題に対する通知だったりとか、アラートの提供など、必要な情報のみを、保存して利用するというところになります。またそれらを活用して、まあ、サービスの正確性の測定だったりとか、分析、改善するためのデータとして活用する場合があります。
以上が FAQ として用意させていたものになりますが、ここでいくつか、ご質問があればお伺いしたいなと思います。いかがでしょうか。特になさそうであれば、本日のコンテンツは以上とさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。少しでも HCP オブトレーダーに興味を持っていただければ、よかったかなと思います。また皆様の、POC へのご参加も、どしどしと応募しておりますので、後ほど送らせていただく、資料も、送らせていただくんですが、アンケートの方も送らせていただきますので、そちらとセットでご確認いただければなと思います。はい、本日はありがとうございました。